吉田さん、お金の勉強というテーマで毎朝ライブ放送してきて、一旦昨日終わったんですよ。で、今日からはディープステートっていうね、闇の政府、影の組織みたいな話に入ったんですけど、でもお金の勉強のね、ライブ放送する中で少額ですけどバックエンドを設けたんですよね。その、レジュメを欲しい方にはあげますよっていう風な形でレジュメくださいっていう方に対して、全員ではないんですけども、1億円稼いだ時に私に心に響いた言葉っていうのがあるんです。それをまとめたやつがありますんで、こちらの方はどうされます？こっちは有料ですよってことでね、金額をつけて19,300円で売ったんですよ。で、ここには本当に私の言葉ではありません。私が今まで心に残る言葉だなっていうのを100個書いてるんですよ。それをタイトルとしては1億円稼ぐ100の言葉っていう風にしたんですよね。そうすると一つの言葉が1億円稼いだ100個の言葉ですから、だいたいね100万円の価値を帯びるわけですよ。そういう風なお話もしたんですよね。これ一言で100万円ぐらいの価値があると思って100個並べて1億円なんですって。で、私はこの言葉に励まされて、まあ今ではね1億円どころではないですけども、最初の3年1億円を突破したんです。この言葉を思い出したり、断るごとに人に伝えることによって、私は稼ぐ力を身につけたんじゃないかな、いろんなお金が寄ってきたんじゃないかなと思うんですねっていうことをお話した動画を送って、あ、じゃあそれくださいって人に対して、まあ、販売したんですよ。これは名言を100個並べただけですね。名言100個並べたんで、検索すれば出てきます。で、世の中にはたくさんの名言があります。その中で私が1億円に個人的にたどり着いた 100個の言葉をチョイスしたものが並んでるだけです。19,300円売れましたね。これでも20万くらいですよ、売れて、うん、どうですかね、吉田さん。すでに多くの方が見たことがある、聞いたことがある言葉が多かったと思います。でも、どの言葉を選ぶと久保哲郎は稼げるようになったのかな、稼いでるのかなっていうところに興味がある人がそれを買ってくれたんですよね。不思議ですよね。無料の PDF をたくさん送って、その裏でバックエンド、ね、無料の PDF、 お金の勉強っていうのが20個ぐらいありますから、そっちをねしっかりとやってもらってもいいんですけどもね。でも私は心理学的には、ここまでタダでもしてもらってありがとう、有料の商品1個ぐらい買うわねみたいな感じだったんじゃないかなと思うんですよ。で、まあね、それも合わせると20数個のコンテンツを19,300円で10名ぐらいの方に提供したってことになるのかなっていうふうに考えてますね。だからね、ビジネスしてないのにしてるっていうかね、これはすでにビジネスというよりも価格をつけてあげた方がより重く手に取っていただけるんじゃないかなっていう配慮だとも言えるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんそんなもんいらないわっていう方はね、結局金かよっていう方はどうぞ、まあいらないんですよということですけどね。まあですけど、やっぱりリーチするっていうのは大事ですよね。誰に届くのか、どう届けとようとしているのか、これ大事だと思いますね。しかも私のねメルカリ見てますね。もうメルカリもね稼働してなくて長いですね。もうせいぜいカルガリメルカリっていうのはもう買うだけになっちゃいました。最近は莫大買ってますもん。いろいろ売った時のことが懐かしいですね。はい、じゃあ今日はね以上です。